取手市は東京芸術大学取手コーチの開設をきっかけにアートな街づくりを展開しています。取手駅東口に設置されたアートステージは人とアートが共存する街づくりをテーマに、もっと身近にアートに触れ合える環境づくりを行っています。取手駅西口をはじめ市内各地にはそれぞれ8つの作品を組み合わせたアートリングが展示されています。ここは取手駅東西連絡通路内にある取手駅市民ギャラリー。通路を歩きながらゆっくりと市民の描いた作品を見ることができます。この日は幼児や小学生たちが思い思いに描いた作品が展示されていて、見る人の心を和ませていました。こちらは藤代駅改札口前にある藤代駅市民ギャラリーです。ベンチに座ってゆっくり鑑賞。作品を多くの方々に見てもらう場として、また芸術作品を身近に感じる空間にもなっています。ここ取手アートギャラリーキラリも芸術文化作品の発表・鑑賞の場、そして文化の交流の場を広く市民に提供するギャラリーです。市民と取手市、東京芸術大学の3社が共同で行っているアートプロジェクトは、アーティストたちの創作発表活動を支援し、市民の皆さんにも広く芸術と触れ合う機会を提供しています。身近でいつでも鑑賞できる作品の数々、こうした空間から創造的な芸術文化活動の輪が大きく広がっていきます。